近鉄の五十鈴川賢島間と JR の特急南紀快速三重、関西線の亀山柘植間が運転を取りやめ、 JR 名松線の全線と三宮線の滝戸場間、紀勢線の亀山新宮間で終日運転を見合わせています。また津渚町と中部国際空港を結ぶ津エアポートラインと伊勢湾フェリーは終日欠航となり、津エアポートラインは明日も欠航の予定です。